謎、阪神タイガース、こいつが急に強くなった理由。青柳が使えなくなったりしてるのになんでや。ドラフトが超優秀。2021から強いんだな。監督で変わったってのはその通りだけど、ライバルが弱いのが一番やろ。去年まで村上も大竹もおらんかったからな。言うのをどんねん。矢野なら B クラス派と矢野なら独走してる派で争ってるもよ。どっちも矢野好きすぎやろ。矢野ずっと A クラスやったやろ。なんやねん矢野なら B クラス派で。去年の予祝の効果が出てきたんや。周りが弱くなった。広島がなんとなく2位にいる時点で察しろ。阪神は基本的に常にそれなりに強い。周りがクソ弱くなるタイミングが重なったから首位になった。監督やろ、選手は矢野時代とほとんど変わらん。今日を変えただけで強くなったのなら監督の手腕やろ。つまり岡田や。昔と比べてスカウト陣が優秀になってドラフトでの獲得する選手の質が良くなった。矢野先生の予祝が今になって聞いてるんだよね。急に広島終わったのなんでな。もうちょい頑張れや。守備は明らかに良くなった。他が弱すぎるからや。中野のコンバートと四球取らせるように魔改造したの有能すぎる。明らかにドラフトの成功。今年も村上森下が戦力になってる。去年からだけど阪神よく見たら2軍がマジで強いんだよね。もともとチームの底上げができてたんだと思う。2年前にゲーム差なしの2位になってるのに何が急やねん。四球やろ。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。